えー、デジタル庁が9月から創設されますが、もし、ひろゆきさんがデジタル庁の全権限を任されたら何を行いますか <laughs>、まあ、とりあえずあの、ココアをなんとかするんじゃないですかね。あれがデジタル庁の権限なのわ分かんないですけど、あの僕、そのなんか、まあ多分そのまあ、Twitter とかでいろいろ社会についてどうだとか言ったりとか、まああの、この録画的なやつでこうあの適当に文句言ったりするので、あのこう、まあ、多分デジタル庁について文句を言うだろうとは思っていたんですけど、ただ、なんかあの デジタル庁に文句を言った時になんかじゃあお前がやれって言われるのが嫌なのであのデジタル庁の応募に申し込んだんですよ。<laughs> でそしたらあの落ちたのでそういう意味で一応気兼ねなく言える状況に上なりましたはい <laughs> なんかその文句を言う時ってその対案を要はその文句ばっかり言ってないでちゃんと対案を用意しろっていうのがまあ僕はそれはある種正しいとは思うんですけど <laughs> っていうのもあるしでじゃあそのデジタルに関してそれだけ文句言うんだったらお前デジタルに関してじゃあお前がやれよって言われるのもあのまあ当然想定されるのでどうせそうなるんだったらじゃあ申し込んでみようと思ったら落ちたっていうのがあるのではい でです、ね、まああのここはなんとかするっていうのとあとそのあのある程度そのスマホであの個人情報を含め決済していくっていうのをちゃんとあのデータとして残すことで脱税しづらい社会にした方がいいと思うんですよね。 あのまあ、日本の場合ってその結構脱税し放題みたいなのがあってその悪いことしてる人ほど税金払わなくてなんかちゃんと働いてるサラリーマンほどやたら税金取られるっていう状況があるのでなのであの何らかの,その消費をした場合にはそこがある程度データとして残ってでこれだけお金使ったってことはあなたひょっとしてもっと稼いでるんじゃないですかちゃんと納税してくださいよっていうのをある程度自動的にした方がいいかなっていうのとあとまあエストニアが割とやってるんですけどその。 確定申告みたいな仕組みがあるんですけど、あれって別になんか人間がいちいちやる必要なくて、じゃあその銀行に振り込まれた給料がこれで、じゃあその,あの証券会社から振り込まれたその売り上げとか、あのその株での配当がこれでっていうのを全部合算したら、この人税金いくらだよねって自動で計算できるはずなんですよ、本質的には。本質的にはいちいちそのなんか納税者一人一人がやる必要なくて、全部自動でできるじゃんっていう話なんですよね。なのでそこら辺全部自動にしちゃった方がいいんじゃないかなと思ってたりします。 まあただそれやるとあの税理士の仕事があぶれるのですげえ税理士から反対を受けてできないみたいなのになると思うんですけどまあアメリカはそれで失敗しましたね「えー、趣味で UFO キャッチャー歴20年この度び景品部屋を空にしないといけなくなりすべて売るか捨てるか選択に迫られています未開封の実用品もありますが特に新品のユいぐるみやクッションがたくさんあります」「リサイクルショップやメルカリなど考えてますができるだけ高値で売りさばく方法があれば教えてください」<laughs> えっと、できるだけ高くであれば単品で時間をかけてメルカリとかで売るっていう、要は業者の場合って安く買って、で、高く売るっていうのがあるので、で、結局買うのは個人じゃないですか。なので、もし高く売りたいのであれば、個人に対して一つずつ丁寧に売った方がいいと思うんですけど、ただその、結局時間がかかっちゃうので、そうまあ、早くその部屋空にしてはいけないっていうのであれば、あの、知り合いに頼むと言うといます。要するに業者の場合って安く買いただくんですけど、知り合いに頼んで、じゃあ、 あの儲かった額の10%を君の手取りにしていいよっていうのにしてでその,あの、まあ、メルカリのアカウントも共有するようにして、はい、じゃあその例えばじゃあもともとじゃあ本当は10万円ぐらいで売れるはずだったんだけど、まあ、割と高値で売って20万円で売れるようになりましたっていうとまあ10万円得するじゃないですかなので1万円あげるよみたいなそんな感じでその,あの儲かった額のパーセンテージを共有するっていうのをなんか暇な友達と一緒にやるといいんじゃないかなと思います。 えー、路上ライブで活動しているシンが応援しているものです。SNS のフォロワーは着々と増えてきているんですが、本人たちが掲げているメジャーデビューして武道館、ドームツアー、M ステンステージに出すという目にはまだ遥か遠い気がします。会長ライブをするにしても30人規模の会場でギリギリ緩まりできる程度、ファンの中にもリアコイズ勢が多くて有名になってほしくないという方もいます。その中で推してるアーティストを有名にするにはどんな手段が必要だと思いますか。えっと、今のやり方を知ってる限りは難しいんじゃないですかね。結局その30人規模の会場の,じゃあその あの、ファンが倍になっても60人じゃないですか。で、まあ、何年やってるか分かんないですけど、その、路上でな、まあ、やってきた結果が今30人規模を何とか埋められるっていう状態なんですよね。なので、もう路上で何とかして武道館とかドームに行くのは不可能だよねって気づいた方がいいと思うんですよ。で、じゃあ、その、最近の成功例で行くと、あの、DJ 社長さんっていう方がやっていた、 あのバンドグループとかって別にあの路上ライブやって増やしたわけじゃないんですけど YouTube でそのミュージックビデオ流したりとかその YouTube 内でいろいろああだこうだこういうあ YouTuber と絡んだりして有名になってでドームコンサートとかやって。 でやろうとしたら失敗してとかいろいろあるんですけど。っていうのもあれ、割とそれで人気になってたりするんですよね。で、あの、ゴールデンボンバーは、まあ今では割と有名バンドになってると思うんですけど、元々ゴールデンボンバーもそんなに売れてないバンド時代にニコ動に動画上げてたりして、あとあの、なんかコミック動画とかも結構上げてたんですよね。 ほんで、なんか仕事が来て、そのうちなんかあの、なぜかこのあの、ソフトバンクの CM に出るようになったりとか、っていうので結構有名になったっていうのがあったりするので、なのであの SN、SNS でどうやって有名になるかっていうのをひたすら時間をかけた方がいいと思うんですよね。その路上ライブで一人ずつ仲良くなってっていうのは昔のやり方でいけばあったと思うんですけど、ただそれだともう時間かかりすぎちゃうので、で、やっぱりその、年取っちゃうとそんなにもうなんかあの、 流行らんっていうのがあったりするので、なので今のうちにそのあの若くて勢いがあるうちに SNS で有名になっちゃって何とかするっていうのがいいと思います。 えー、体が奪われても心は奪われないヒコニャン5.0です、えー。伝説の元キャバ嬢、エンリキを知ってますか知りません。現役時4日で5億を売り上げ、今、寿司屋からシステム開発まで事業でガチマックス稼いでます。周りの女子もファンばっか、ファンばかりで、陰気の私にはパーレルワールド感が半端ないです。この人もヨザワツバサ的なギミックでやってるのでしょうかミルクさんのストレートな意見を極めて直接的に伺いたい感じです。では、シャンパン飲んで昼空間してください。えっと、4日で5億ってことは1日1億円ですよね そうするとあの、100万円払うお客さんが100人来ないといけないんですよ。で、その、キャバクラの営業時間って多分、9時ぐらいから深夜の1時か2時までですよね、あの、風俗営業法的に。 そうすると、その、ま、9時、十時から、九時から始まって、えっと、1時だとして、4時間、5時間で、ま、計算楽なので5時間だとすると、そうすると、えっと、1時間あたり20人100万円払う客が帰らなきゃいけないんですよ。要は、100万円払った客が、1時間で帰るかって言うと、帰らないと思うんですよね。<laughs> まあ、その、5万円払った客が、あの、1時間で帰るは絶対あると思うんですけど、100万円払った客が1時間で帰るはずがなくて、で、そうすると、その、まあ、100万円ぐらい払う客が、その、40人、50人とかって、その、店のキャパ的にありえないと思うんですよね。他のお客さんもいるはずじゃないですか。 なので、それがまあ一日ぐらいだったら誕生日とかで全員自分の客っていうので成立するかもしれないですけど、それ4日間はちょっと無理だと思うんですよね。なので持ってるんじゃないかなって気がしますけど。 えー、23歳大卒の男性看護師です。コロナで逼迫して忙しく残業の多い医療現場に使いました。転職しようかなと思ってるんですが、おすすめな資格や仕事はありますか、えー、興味本位でモスやアマチュア無線とか撮ってみようかな。マイクロソフトなんちゃらってやつですね。撮ってみようかなと思ってます。アドバイスいただければ幸いです。 えっとですね、あの、医療現場<あ>コロナじゃないところに行った方がいいんじゃないでしょうか。あの、看護師資格って割と有用の資格で、でその看護師資格じゃないものを今から手に入れて働くのって効率だいぶ悪いと思うんですよね。せっかく大卒になって看護師資格を持ってるので、なので、あの、コロナじゃなくてそんなに逼迫してない病院に行くっていう方向にすればいいんじゃないでしょうか。うん 結構あの今、その大阪とかがその,あのコロナで逼迫しているんで看護師さん欲しいですっていうのでいっぱい集めたりするので逆にその,あの患者のあんまり多くない地方ってそのお金どうでもいいよっていう人はもう残ってるんですけどあお金欲しいわっていう人って都会に移動しちゃったりしてるのでなのでその楽な病院に移動するっていう方向の方がまだ稼げるんじゃないかなと思います。あとせっかく人を助けるスキルは人を助けるために使った方がいいと思いますよ。 マンション隣の独居高齢者からペットの匂いや消毒系の匂いで眠れないストレスで病気になったと言われました。民生委員の人も間に入り揉めています。実家の両親も高齢気味でストレスを与えたくありません。猫は2ヶ月前に他界しましたが、猫がいた時も知り合いに正直に言ってもらっても気にならないとのことです。多分猫関係なく苦情は続きそうです。えー、平和な解決多くありますが、引っ越せばいいじゃん以外で何とぞお願いします。猫が亡くなり悲しいです。 えっと、まあ、あの、ご存、多分もう自覚されてると思うんですけど、あの、その頭のおかしな独居高齢者が文句をひたすら言い続けてるっていう状態で、で、本来本当にその、あの、被害が発生してるのであれば裁判に行ってくださいって話なんですけど、ただ裁判になったら絶対勝てないよねっていうのであるんですけど、 ただ役所にずっと文句言っててしょうがないなって言って役所の人としてまあ民生委員の人が出てきたっていう状態だと思うので。なので、あの、何か法に触れるのであれば対応しますけども何か法に触れますかっていうのを民生委員の人にひたすらやってください。で、その、高齢者の人に話しかけてもしょうがないです。ちょっとやっぱ、その頭がずれちゃってる人と会話をしても時間の無駄なので、で、民生委員の人っていうのはあくまで法律の範囲内でしか動けないので、その、 法律的に問題がああるのであれば対処します。それ以外であれば時間の無駄なので連絡してくださいって言うとじゃあ,あのこちらで何とかしますってならざるを得ないのでなので民生委員の人と話するようにしてください。